まあ、そういう意味においてはね、まあ、宗教というものを一回とらわれちゃうと、はい、私は編集長これ思ってるのはね、あの2世とかっているでしょ、はい、二世信者、うん、二世なんていうのはね、お父さんお母さんが誰にどう金を使うとお前関係ないだろうって言うんですよ。まあまあそうなんだよ、ね、本当はそうなんだよ、自分で勝手にね、はい、そうなんだよ、自分の人生を歩んでけって言うんですよ。そうそう、いやその通り、ね、それをね、はい、二世でございますってね、そうそうそう、涙、いつまで親父のおふくろのね、あのすねをかじとお前生きるつもりなのか、うん、でここにも書いてありますけどね、うん、あの女房はね、あの統一教会に行かれちゃって、うんうん、ね、で長男がね、うん、自殺したね、はい、奥さんが出てきてね、高知の橋田さんって人ね、うん、奥さんが出てきて、いや違うよと、そうそう違うんだよ、亭主とはね、うん、もう結婚した当初から反りが合わなくて、うん、で次男と私一緒に生活してますよと、うん、長男はこのことで自殺したんじゃありませんよ、うん、そうなんです、それ全部そうなっちゃってるわけね、うん、だからもうなぜかっていうと、編集長なんかもお見通しでございますけれども、要するに統一教会で安倍さんがね、うん、多少いろいろあったみたいなことがあって、もう安倍憎しでやってるんですよこれ、うん、ね、いい加減にしてほしいんですよ。そうそう、だから そういうあのね、その橋田さんなんかのバックグラウンドをちゃんと取材してやればいいんだけど、彼の言った通りをバン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 流してるわけですよ。だからおっしゃったように自殺の原因なんか、まあもちろん分かりませんけど、必ずしもですね統一教会のせいでね、その離婚したんでも自殺したんでもないんじゃないかというふうなことを僕は思いますね。で奥さんが編集長を言ってますからね、違うんだって言ってる。そうそうそう、で次男とはね、うん、あの今もって一緒に生活してますよと、だからその橋田さんという方がね、うんうん、何を言っても、うん、まあはっきり言ったら、うん、どれほどの、うん、まあなんていうかね、家庭崩壊の主だったのかもしれないというところの側面はね、そうそうそう、我がことに照らして考えると言えるんですよ。なるほど、そうなんだよ、ね、本当そうなんですよね、まあ、で宗教があるからうちは貧乏だったっていう人もいるんですけど、うんうんうん、でも実際宗教じゃなくても貧乏な人いるし、うんうん、ね、会社経営して親がダメだったとか、うんうん、FX につぎ込んでダメになったとか、うんうん、そうなんですよ、そうで、いろんな、まあ、借金ね、うんうん、やりすぎて、まあ、だからその貧乏だった理由っていうのは各家庭全部違ってたりで、監督が言うように、はい、2世は2世でさ、うん、自分で生きていけばいいわけですよ、これ国会まで行ってね、うん、やってんですよ、うん、だからね、そうなんですよ、うん、酒飲んで体おかしくなったとかね、うん、あるいは競輪競馬パチンコ、うん、その他の被害者も2世出てきて大騒ぎするのかと、うんうん、いや本当そうやっぱりね、うん、自分自身のこう自業自得っていうんじゃないけど、うんうん、自助努力で人生は切り開いていかなきゃいけない、うんうん、いやいやいや、ね、本当そう、本当そうなんだよ、ね、なんか2世のお姉ちゃんもマスクかけて出てきてるけどね、この先いい人生じゃないだろうなと思いますよ、うん、彼女しか出てこないもんね、うん、そうなんですよね、唯一月刊花田だけはですね、うん、冷静な統一教会報道をしてますんで、福田真澄さんの、ね、うん、いいレポート、はい、次号はちょっとお休みなんですけど、次号1月0号でですね、ちょっとまた非常にスクープ的なことを今やってますんで、はい、ぜひ読んでいただきたいですね、はい、でポストなんかはね、ポストはまあ鈴木エイトさんの本をあの小学館で出してね、あれがまあ売れたから、全体的に批判的な鈴木エイトさん寄りなんですけど、これ統一教会を追い詰めるスーパー弁護団の執念っていうんでね、うん、今200人超えらしいですけど、紀藤さんはじめですね、はい、ずっとやってきた人たちがいますよね、はい、その人たちを褒めたたえるようなね記事を出してるわけなんですけど、うん、うちの今月号に福田さんがちょっと書いているように、紀藤さんはじめあの弁護団、被害者なんとか弁護団ね、霊感商法対策弁護士連絡会全国弁連、はい、弁護士たちはどっちかといえば左寄りの人たちなんですよ。そうですね、はい、そういうことはもう一切書いてない。要するに勝共連合に対してはですね、はい、非常に批判的な立場ですよ、人たちなんですよ、はい、そもそもがもちろん彼らがやってきたことを全面的に否定するわけじゃなくて、被害者を救済してきた面もあるんだと思いますけれど、必ずしもそんなに何て言うかな、スーパー弁護団というほどのですね、うん、褒めたたえるほどの弁護団なのかなっていうのはちょっと私は思ってるんですよね、これ、まあ、だからこそ紀藤弁護士とかは、うん、オウム真理教の時には、うん、あの解散命令とかすべきじゃないとか、そういう、そのオウムを守るような発言をずっとしてきたんですね。そうそう、でオウムは実際人殺してるわけですから、人殺したオウムの方時にはそんなことを言う、うん、守るような発言をしてきたのに、そうですね、今回の、統一教会については早く解散させようとする方向にね、うん、課税団体にするとか、うん、
そういうことを言ってる点とかは公平性が全然ないなって。で今月号で福田さんが紹介してるけど、もうむちゃくちゃなこと言ってますからね、紀藤弁護士はあのテレビなんかで、はい、あの僕は紀藤さんとオウムに関してですね、いろいろお世話にもなったし、そんなに関係悪くないはずなんだけど、ここに書かれてる紀藤さんの、福田さんが紹介してる、彼は統一教会についてこんな発言をしていると、信者に売春をさせてまで資金集めをさせているとかね、人の金を奪い取る発想は統一教会の信者に蔓延している、親が子供を脱会させたいがために暴力団を頼む、しかし暴力団は親からもらった金を統一教会に渡す、信者は奴隷なんですよ。日本の宗教団体でカルトと評価していいのはオウム真理教と統一教会、今こそ反カルト法を議論すべき、与野党とも教団の反社会性を公的に認めほしいとかね、うん、信者に売春させてまでとか暴力団を生んだというのは果たして事実なのかと、うん、弁護士というのは通常もう少し冷静で慎重な物言いをするのではないかと、まあ、福田さんは書いてますけど、うん、はい、そういうふうにですね、統一教会に関しては何言ってもいいというかね、うん、雰囲気で新聞それから雑誌、はい、テレビが報道しているのがですね、うん、非常に嘆かしいなと思いますね。もうちょっと冷静に報道してくれる、うん、ね、はい、弁護団なんて、まあ、要するに市民大、うん、団体をね、代弁するのみんな左巻きだから、うん、ほとんど、うん、それ何のこれやってるのかって、うん、みんなね助成金とか寄付金とか、うん、裏でね、うん、山ほどもらってるんですよ、うん、あの輸入なんかね、輸入をね、もう企業から取った半分ぐらい献金するからね、うん、そういうことでね、純粋にね、うん、世のため人のためなんてやってるケースってのはほとんどありませんよ、うん、みんなね、そういう左巻きの弁護士がね、うん、正義を正すというのが自分自身の懐にね、うん、お金をポッポ入れる、私どものね、うん、AV 新法というね、うん、やつを推進してるのはみんなこれ左巻きです、うん、ね。